こんにちは。あ、間違った。間違った。俺は35だ。オッケー。そう、配信でさ、お菓子時間、おやつ時間に食べようかなと思ったけど、もうね、じゃがりこ食べちゃったのでじゃがりこ食べちゃったので、まあお菓子時間という感じのお菓子はないですね。リーチさん結婚してギフト、セリアさん尊い、ありがとうございます。そうなんですそうなんです。もう食べました。やっぱね、日曜日なんでね、自分が気が向いた時に食べないとねそう、なんかマカロンとか可愛いデザート系なら確かに残しておくけどさ、まあじゃがりこだしと思って、そうそう、まあ欲しいもんはありますけど、どうしても食べる気になれんどうしても食べる気になれん。ほうこさん、20世紀ともちゃん、おいでますげーきさん、かわいいギフトありがとうございます。マクドナルドはおやつに入りますかって。ものによるんじゃないハンバーガーとかやったら入らんけど、なんやっけ、あのシェイク系とかやったら入るでしょ。何味？じゃがりこ？普通のサラダでもこれも買ったよ昨日、東京限定じゃがですよ、じゃがですよ、リコじゃなくてジャガですよ。じゃあまあでも一応お菓子時間なのでね、グミでも食べましょうね。昔の銀座のビフテキ味をイメージしたポテトにもよく合うスナックです。どういうこと？ポテトにもよく合うスナックです。
んかさ、お酒にも合うスナックですとかなら分かるけどさ、ポテトにもよく合うスナックですって。どういうこっちゃ。ガエルサンタさん、かわいい。ゆうちゃん、似合う。リーチさん、ハート。イギータさん、矢島さん、尊い尊い、ありがとうございます。ポテトにもよく合うスナックです。多分言いたいことは分かるよ。多分あれよね、あのそのポテト、スナックポテト、ポテトのお菓子にも合ってますよって。多分ビフテキ味がね、多分ビフテキ味が多分合ってる、いい感じのそういう美味しいスナックですよって多分言いたいんでしょうけど、でもさ、ポテトにもよく合うスナックですって言ったらね、お酒によく合うおつまみですみたいなもんよね。日本語は難しい。こんな時間でもこんなすっぴんでボサボサなのはちょっとダラダラしている罪悪感ですが、まあでも昨日のね、今日のスケジュールの時点で日曜なので無計画でまったりとって言ったので許されるでしょう。え、本当にポテトにも合うスナックですね。ポテトにも合うスナックです。サルピのすっぴんをずっと見れるなんていい日だって。そんな、ありがとうございますね。喜ばないかもしれないけど、スピン好き。あ、でも今はもうとてもスピンで言いたい気分なので、スピン好きって言っていただけるとすごいありがたいです。今はメイクしてる時にスピンの方が好きはちょっと、それはちょっとどうなんだやけど、スピンの時にスピン好きはありがとうございます。って感じ。ライトシャインズさん、ソーヤさん、ショールームさん、ありがとうございます。動物なるときはさすがにメイクします。さすがにね。まあ動物やけんせんくてもいいかなとか思うけど。いや、さすがにします。それはさすがにします。どんな日曜日をお過ごしですか。どのような日曜日を。仮眠、捨て干し、星投げ、星集め、仮眠、捨て干し、星投げみたいな日々ですか。
腰を痛がってます。買い物行きましたっていいですね。でもまあサルも多分配置なかったとしてもまあだらーっとドラマとか YouTube とか見ながらご飯とかお菓子とか食べてまあ夜メイクして配信するかって感じやったと思う。部屋の掃除ぜひ掃除はねぜひしてください掃除はあでも掃除もしとったと思うよ。掃除って言ってもなんですけど、あ32分だ。もうちょっとでランキング読みます。眩しいコメントじゃない、しなぎカウントよろしくお願いします。あらなんかみんなではない、焦ってカウントを今始めた人もいるしなぎカウントよろしくお願いします。休みの日別にね一歩も出らんわけではないけど、でもさ冷蔵庫に食料貯めない派なんで夜ご飯食べに行くとか買いに行くとかは割とあるけど、でもほんとご飯以外はあんま家出らんこと多いかも。2日連続休みとかやったらどっちか片方遊びに行ったりするけど、遊びにっていうかまあお出かけしたりカフェ行ったりさメンバーと行ったりする時もあるけど、そうじゃない時はもう、って感じ。ではねもう時間がないのでランキング読みます。48位えんちゃん、またまた。24位エリックさん。13位 MJ さん。12位クルシロさん。11位甲子園のホイテータカデア。30位フォーコさん。9位ショールームさん。8位ライフトシャインズさん。7位イギータさん。6位リュウイチさん。5位ヤジウマさん。4位ユウちゃんじゃない、セリアさん。3位ユウちゃん。2位おいでます元気さん。1位赤色サータさん、ありがとうございました。結局ねおやつはジャガですよでもなく干し芋でもなくグミをちょっとでしたまあジャガリコ食べたんでね、まあ、もしかしたらまた配信じゃないとこでジャガですよ食べてるかもしれないということで終わりたいと思います。次回次が18時20分からになります。18時20分、もしかしたらその時にメイクするかもしれんし、いやそれまでにはメイクしとるかもしれんし夜ご飯を食べるかもしれないし分かりませんが、とりあえず18時20分からになりますなので YM さんたい焼きありがとうございます。それではまたよろしくお願いします。バイバーイ。